ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は理想的なリーズレットを紹介します。昔ほど登場しなくなったんですけども、今でも使ってる人は多いですよね。リーズレット、リーズレットは S サイズがおすすめです。 L サイズでもいいんですけども、 S サイズで十分火力を出すことができます。で、ステータスをカンストさせるとこんな感じですね。スキルもあって賢さがものすごく高くなってます。特性はこの3つ、氷結のコツ、悪魔キラー、氷結ブレイク台。氷結がとにかく強くなりますし、そんなに出ることはないんですけども、悪魔が出てきた時にものすごく強くなります。理想スキルですけども、この3つで間違いないと思います。まずはゾーマですね。いてつく波動、絶対0度、マヒャデドス。この3つが使えて、さらに HP が自動で回復する。氷結系のアタッカーにはゾーマで間違いないと思います。そして、賢さアップ3と賢さアップ4。耐性は積んでません。リーズレットの耐性ですけども、弱点がない代わりに、ほとんどが普通になってる感じなんですよ。なので、無理に耐性を積んであげるよりも、攻撃特化にしてあげた方が、リーズレットの強みが出ると思います。そして最後にリーズレットの育成方法ですけども、賢さがとにかく高いです。賢さが高めのモンスターと配合していくと、カンスト値が出やすくなると思います。まあ、ある程度成長させて種を使うといいですね。はい、ということで今日は理想的なリーズレットの紹介でした。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。